れサタンス、お前は何を言っとんねん、ほんまにな、おい。まあ、五老星と言ったらさ、基本的にはワンピース界の最高権力なわけなんですよ。まあ、実際世界のトップ、これ現実世界で言うたらもう各国の首相だとかですね、もうそれよりも上の存在だから、存在しないぐらい偉いやつらにもかかわらず、なぜお前ら出てくるたびに無能なエピソードを重ねてしまうのか。まあ、実際世間からしたら、ワンピースのね、普通の人からしたらイム様という存在は知らんわけやから、五老星も肖像画でしかね普通は見れないぐらい格式高い存在なわけなんですよ。で、我々読者からしてもイム様が仮にラスボスやとするならば、まあ、相当強いんやろうな、どんだけ頭いいんやろうなとか、もう長年25巻が出た頃よ、まあ、だから80巻以上前からこいつらエグ、オハラとかの時もヤバ、五老星にだけは逆らわれへんよなっていう恐怖を刷り込まれてたわけなんですよ。それがたった2年修行したルフィに遅れを取りそう、いや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 、そんな若造に負けるみたいな展開ないですよねって思ってたら、エッグヘッドにやってきたJ ガルシア・サタン星、お前どんだけ失態しとんねん、ほんま。というわけでね、今週のジャンプで3代目ナルキング、世界でね5回しかない大会で1回優勝を決めているノスケ海鮮丼がですね、全てサタン星の失態から始まってるという衝撃的な発言までしていたんですよ。僕は正直五老星の戦闘能力だけは期待していたんですよ。まあ、あいつらはね、確かに文官としては役に立たんかった。サイファーポールをちょっと使おうとしても赤いのに言われとった、あんたらも天竜人の傀儡に頭超えられたんちゃいますかみたいなこと煽られてました。人を使うのは下手かもしれない、でも科学防衛武神、農務武神、いろんなこの武神という名前をそれぞれが冠しているわけなんですよ。じゃあ今回エッグヘッドにこのサタン星がやってきたということですけど、ベガパンクが知恵比べでなんか策にはめてサタン星をまあなんとか無力化してルフィたちが逃げれんのかなとか思っていたら、ワンピース読んでいくだけでお前なんかどんどんなんか雑魚化していってない、カエル化ならぬこれが雲化現象ですかっていう、ほんと何の役にも立ちませんねっていうことを思うわけなんですけど、ほんと再生能力だけの雑魚、一体防衛って何を守ることなんやろうなーっていう、防衛って実施ってますかねみたいなことを思うわけなんですが、今日はですねそんなサタン星の大失態について問いただしていこうと思います。まずパシフィスタの意見順位、これ一番握られたらあかんのよ。まず他の武人が農務、財務、法務、環境とかやから、科学防衛というのは、まあ、実際その武力とか海軍の戦力部分の担当しているはずなんですよね。だからこそサタン星はこのパシフィスタの最終責任者だと思うわけなんですよ。パシフィスタっていうとベガパンクが作り出した戦闘兵器なわけなんですけど、このパシフィスタには命令を上書きすることができる意見順位というものが実は設定されているんですよね。その意見順位がまずはチップを持っているもの、そして戦闘丸、ベガパンク、五老星ということで、こういう風に順位が決まっていて、上のものが命じたら下のものの命令を書き換えることができるというものなんですよね。で、まあ、こんな、まあ、素晴らしい設計なんで、意見チップを奪われたとしても五老星が前におったらもう全てを無効化できる科学防衛武神ということで、いやさすが五老星、もう自分たちが一番トップで前に出ていった時はもう全てをね命令聞かせれるし、自分たちの身も守れるし、こんだけパシフィスタを味方につけれるんやったら最高やなって思ったわけなんですよ。ベガパンクが裏切った時、戦闘丸が裏切った時の対策もできてるなと思っとったわけなんですよ。その前提が覆されちゃったんですよ。今週なんてこったー。ベガパンクはこう言ってました。私の唯一の不安要素はボニー、お前が最愛の父に殺されること、クマ、お前が最愛の娘をその手にかけること、それだけは起きてはならない悲劇だから、私はクマの姿をした全ての個体にプログラムした。たとえ世界最高の権力で任務を言い渡されていても、たとえ世界を敵に回してもボニー、クマはいつでもお前の味方じゃ。ということでですね、クマの姿をした兵器がボニーを殺さないように、クマの姿をした兵器の意見順位の一番上のトップというのはボニーにしていたんですよね。なんで五老星が命令してもボニーが命令さえしてしまえば上書きすることができてしまうということなんですよ。まあ、もしかしたらこのボニーの命を狙った時みたいな条件がついていた可能性はありますが、まあ、そうは言ってもこの意見順位の五老星の上を用意していた、これはベガパンクの独断でやっていたんですよね。
で、サタン星は、そんなベガパンクの独断を許してしまったということなんですよ。結果として。しかし、サタン星実は科学防衛武神を名乗るだけあって、こうは言うてました。私も科学者、嘘はつけんぞと。クマを改造するときに自我を残すなという話をしておりました。いやいや、ちょっと回路変えたりとかね、そういうことするから、自我だけは残したってくれへんかとか、その爆破スイッチつけるのはやめさせてくれへんかと言ってました。でも、それを絶対に許さん。私も科学者、嘘はつけんぞと強い言葉を使っていました。ここでね、サタン星に僕教えてあげたいんですけど、僕すごい好きなセリフがありまして、アイゼン・ソウスケっていう人のセリフなんですが、あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞというものなんですよね。私も科学者、嘘はつけんぞ、あんまり強い言葉は使わない方がいいんじゃないんですかね。私も科学者なんですが、どういう仕組みかちゃんと説明してもらってよろしいでしょうか。そういう風に質問した方が良かったんじゃないのかなっていう。ベガパンクの方がすごい科学者なわけじゃないですか。天才ですし、のみのみのみっていう悪魔の実で、それを補強することも、しているわけじゃないですか。だから自分よりも才能あるものに対して敬意を払うべきやと思うんですよね。その敬意がなかったから、こうやって、足元を救われてしまうことになってしまったと思うんですよ。実際日本の教授とかでも、学生のこの論文発表とかに対しても、素人質問で恐縮ですがみたいなことを聞くわけなんですよ。だからサタン星もね、素人質問で恐縮ですがぐらいのことを言っとけば、逆に強者感溢れたんですよ。しかしお前は、私も科学者、嘘はつけんぞ。なんでよ、もうフラグなんよ。俺もうこれ読んだ時から言うとったやん。これはあかん、嘘つかれてまうよ、騙されてまうよ、大丈夫かサタン星って。心配したのに、なんであの時俺の言葉を聞いてくれへんかったんや。悔しいよ。だってさ、パシフィスタのシステムのチェックとかな、ベガパンクが隠した設計をしてないんかとか、クマには本当に自爆装置がつけられてんのかとか、テストするわけよ。実験した？もしかして部下に任せただけやった？大事なことよね。自分で最終責任者よね。科学防衛武神よね。科学を使って防衛するのがあなたの仕事ですよね。ボニーを使ったテストもしたん？幼少期からずっとボニーを監視してたよね。身柄まで拘束してたよね。ボニーに、パシフィスタに命じさせることした？ある程度大人になってからもう一回捕まえしたよね。逃げた時にヒヤッとしたって赤色に言わせたよね。でも、再度黒ひげの、タナボタ的にもう一回捕まえることができた。その時に確認したん？で、解放したよね。ルッチとかも、お前はもう用済みだみたいな。サイファーポールの人たちに用済みと思わせてたよね。本当にボニーで必要なこと全部やった？ちゃんと。で、自分自身も、クマの娘か。もう用はないから。放っておけ。ただの小娘。ただの小娘に、科学防衛武神の要でもある、海軍世界政府の大発明でもある、パシフィスタ全部取られてもうだけど、だってパシフィスタって、シャボンディ諸島とか徴用戦争で、あんなに大量に作っていて、1個作るのに、プロトタイプですら軍艦1隻分のお金がかかってて、さらには、最近は、パシフィスタマーク3、悪魔の実の能力すら半分無効化できるような、奴らが、能力がバブルが使える、マーク3、50体。で、さらに、ニキニキの実の能力を持った、セラフィム、S、ベア、あれもクマの姿してますからね、までもがボニーの手に渡ってしまったんよ。これボニー今めちゃめちゃ強くなってしまったよ。もう麦わらの一味ぐらいの危険度あるよ。てか多分ミホークを抜いたクロスギルドよりは強いよ。ミホークだけで多分ある程度戦えちゃうから、ちょっとミホークだけは抜いた方がいいと思うんやけど、クロコダイル、バギー、ミスター3、アルビダぐらいやったら、パシフィスタマーク3、セラフィム、大量のパシフィスタだけで制圧できちゃうよ。大丈夫？ほぼ4校と同じ勢力手に入ってますけど、なんならビッグマム抜きビッグマム海賊団やったら勝てるんじゃん。それぐらいの戦力を無償で上げてしまってますけど、お前これ大丈夫？辞任とかで済む？生きていける？この先どうするん？だってさ、天竜人の人たちもさ、やっぱ一応五老星の敬意を払ってるけどさ、基本的にはあの人たちわがままでむちゃくちゃやん。でもさ、あんだけトップで、武神ってことやから、多分あの人たちの上納金を、さらにまた上納してもらって生きていると思うんやけど、怒られへん。だって普通に政治家とかやったら、税金を使って政治をしているから、政治でミスったらもちろん怒られるわけなんやけど、世界中からクレームの嵐やで。丈夫でさ、ただの小娘でこんなに大戦力を上げてしまったボニーに、人ちなみにサタン星自分自身で上げてもったよね。ボニー、その能力は私が与えたんだ。直接身を食えぬ赤子にエキスで能力を与えられるかの実験だった。
確かに実験やったかもしれない。でもさ、年々のみ自分たちがね、もしかしたら不老じゃなかったから不老にするためにそういう実験をしたんかもしれへん。悪魔の実を液体で能力者にできるのかみたいなことの実験と兼ねて一挙両得みたいな実験を狙ったんかもしれへん。実験うまくいった、科学者との人の腕も力あるやん。でもさ、君たちさ、サタン星さ、人は虫けらとしか思ってないんですよね。まあ、確かにボニーはいろんな特殊な理由があったから殺すことはできなかったかもしれないです。じゃあなんでそんな大事なボニーに年々の実とかを与えてしまったんですか？その辺の捕まえてきた奴隷に年々の実与えて、ああ成功したやん、じゃあさよなら、ブチッって殺しちゃえばよかったんじゃないですか？そうすれば年々の実を使われなくて済むんじゃないですか？大丈夫？こんなこと言ったけど、成功したが不要な実だ。その能力はいかなる未来にも変身できるが、現実を知るために選べる未来が狭くなっていく能力みたいなこと言うてましたけど、子供ですよ、まだボニーは。いろんな可能性がありますよ。現実をまだまだ知らないですよ。そんな状態でニカと会ってしまってますよ。ニカは今急に老いるという欠陥を持ってますよ。弱点がありますよ。その弱点をもし年々の実が改善してしまったら、お前どう責任取るの？ボニーがニカのような未来を使った時、力がかなり弱まってたと。でサタン星はこう言ったんですよ。惜しいな。それニカを知った今、ボニーの能力もむしろ強化されてしまったんじゃないのかなと。つまりこれはボニーとニカが出会うことでボニーがよりパワーアップしてしまうと。大丈夫？そんな強い世界政府に敵意を持っているやつにパシフィスタたちを与えて、年々の実というニカをパワーアップさせるのに役に立つ実も与えてしまって、お前はもう用済みだ、不要な実だみたいなことを言えるんでね。クマに関する失態もあなたしてますよね。クマの安否確認したん？クマは自我を持たない戦闘兵器になったっていう話やったよね。自爆スイッチをつけるようまで命令したよね。それに対してごまかしが効かないって言ってたよね。押したよね。爆発確認したん？どうなってるんだベガパンク。こいつは死んだはずだ。革命軍がクマを連れ去った数日後、私はこいつの自爆スイッチを押したのだから。じゃあすぐ押して確認しろよ。なんで数日待たして。確認が足りていないですね。何も学習してませんよね。ニカの時殺せ、みんなですり直せってびっくりしてましたよね。手配書をすり直さないといけないよっていう。それは新しく出る手配書の確認を日頃からしていない。いや、なんならルフィがゴムゴムの実を食べたことは知ってるんやから、ルフィのだけはもう絶対俺らを通してからじゃないと出すなよって一言先手を打っときゃよかったんですよ。ルフィの手配書なんて何回更新されてるんですか。でもそういう手間を煩ったんやろ。お前らそんなに忙しいんか、あの権力のまで。何やってるんや、いつも遊んでるだけちゃうか。レッドの時もな、ノインキにさ、ライブ映像とか見てさ、音が消えへんわーみたいなこと言ってただけやん。何やっとんだよ。で、挙句の果てには自分が爆破したと思ったクマにドーンって殴られて、めちゃめちゃびっくりしとったけど、それで、うわ、クマやばいやんみたいな、こいつどうにかせな、じゃなくて、どうなってるんだベガパンク。お前ここまで来てさ、人のせいにするん、めちゃめちゃダサいけど、人の上に立つものとしてさ、大丈夫っすか。しかもさ、ベガパンクにめちゃめちゃ嘘つかれてますけど、これベガパンク側の裏切り者であるヨークにそういった可能性があるのかとかいう確認しました。もちろんね、パンクレコードで記憶が共有されてるって言っても、ステラはサテライトで全部共有していませんかもしれません。一部は共有しないみたいなことをしていたかもしれません。まあ、ヨークも多分それを利用して裏切ったと思うんで。とはいえ、同じベガパンクに、じゃあお前ちょっとこれ意見順位一番ほんまに上が俺か確認しといて、で一言言ったらよかったんじゃん。ね、あの無敵奴隷とかで、あの天竜人のチャロロス星とかあいつらに遊ばさずに、ちょっとこのクマちゃんと自爆スイッチついてるか確認して言ったらよかったんじゃん。わざわざさ、ヨークっていう協力者もいるし、ベガパンクもサテライトもさ、政府の科学者、海軍の科学者なんやから、いつでもマリージョアに呼び出して実験さしたらええ。それが私も科学者、嘘はつけないみたいな小ごりをするから足元を救われることになるんよ。いいんか、世界最高権力がその程度で。今のところマジで俺たち読者に強さを見せつけられてないぞ。カイドウの方が全然強かった。何言ってんだお前。ということでね、爪の甘さに対して僕はめちゃめちゃ怒ってると。でね、次はね、このバスターコールを発令したわけなんですよ。クマに殴られて、ハンジに蹴られて、フランキーにビーム撃たれたと。怒りのあまりバスターコールを発令してましたと。で、この島は世界政府に害をなしと認定された。全艦放撃準備を正義の名のもとに全て焼き尽くす。この島はあまりに不都合に溢れている。
みたいなこと言うてましたけど、大丈夫？パワープラントとかパンクレコードとかヨークとかボーンってしちゃわへん？大丈夫？パタン星忘れてません？世界の秘密を探求する者、失われた種族の血を引く者、古き神を呼び起こしてしまった者、目の前のことしか見えてなくないですか？その三者しか。守るべきものよりも消すべきものだけに見えてませんか？もうやっぱりジジイやから猛毒化始まってるんじゃないんすか？ということで、ルフィたちはこのまま出航するし、バスターコールによってパワープラント、パンクレコード、ヨークも全部消されてしまうし、消すべき灯火であったロビン、ベガパンク、クマ、ルフィも全員逃げられちゃうみたいな、何も成し得なかったどころか、いかん方が良かったやん。で、いかんかったらさ、バスターコールでさ、被害はなかったわけやん。エッグヘッドの政府の大事な資料ってのは残ったわけやん。言ったことで全てが破壊されるという超絶無能っぷりを晒してしまう愚かな雲になりませんか？大丈夫ですか？人のこと虫けらとか言ってますけど、それめちゃめちゃブーメランになりません？なんなら具の骨頂って言ってましたけど、具の骨頂って誰のことですか？もしかしてジェイ・ガルシア・サタン星、あなたのことですか？さらに部下への命令とかも見ていたんですけど、サタン星は部下なんて腐るほどおるし、それこそ虫けらのことがおるわけなんですが、部下に対する命令でちゃんと成功してないんですよね。一つはルフィを捕まえること、おい誰だそいつに食料を与えたのはすぐに回路席の手錠をかけろと言ってましたけど、みんな麦わらは捕らえきれず消えちまった、とても報告できないとサタン星に報告をできない。で、今週みんなでせーので回路席でかけて飛ばされるっていう、なんか遊んでましたけど大丈夫ですかね。で、他にも命令出していて、昨日島から脱出した船だが、すでに追撃命令を出してある。その中に空白の100年の何かを知っている者がいるかもしれぬ。誰一人生き残らぬよう軍艦を追わせた。その結果脱出船の撃破失敗。キダルさんに連絡を。どうでもいいんやけどさ、ドリーとブロギー最近船壊すのハマってるん。めちゃめちゃ船壊すよな。大量の軍艦をもうちょいね送っとけばドリーとブロギーの攻撃ぐらいは耐えれたかもしらんのに、エルバフの戦士がねやってくる。これでも予測できたと思うんよ。だってさ、エルバフで太陽進行してるってさ、当然知ってるでしょ。さすがに太陽の神ニカがいる場所に来るってことは考えるべきなんですよ。そのために100隻用意したと思ってたんですけど、そうじゃなかったってことですよね。たった数隻の軍艦、いや1隻しか送ってないんかな。そんなちょっとしか送らずに、もし巨人族が来たらとか、もし麦わら大船団が来たらとか考えなかったんですかね。で、さらに海軍がめちゃめちゃ包囲してる島にもかかわらず、黒ひげ海賊団の船まで来ていると。もしかしてザル。で、さらに昔に遡れば、幼少期から担当してたボニーの監視を部下に命じていたわけなんですけど、それもめちゃめちゃに逃げられているわけなんですよ。つまりジェイガルシアサタン星、あなたは科学防衛部神として何も結果を出していない。なんならエッグヘッドのこの遠征に関してはやらない方が良かったんですよ。現場のことを分かっていない人間がいきなり現場に来て結果出せますかっていう話なんですよ。そもそもお前が現役やった時っていつやねんっていう、今の時代を生きてる奴らと戦う資格がそもそもお前にあるんかっていう話なんですよ。もっとね、これ違いを見せてほしいですね。はい、ということでね、この魔法陣で登場した時がもう一番のピークやったなーっていうことをね、まあ、思ったわけなんですけど、あの時も、まあ、現場の海軍側の戦力をとか削ったりだとか、そういうこともしていたんで、まあ、その辺もね、まあ、ちょっと気になったわけなんですけど、基本的に攻撃も、まあ、ルフィを殺そうとしても阻まれ、ボニーを殺そうとしても阻まれ、サンジたちを金縛りにするも特にサンジたちは後遺症もなく、唯一ベガパンクを刺すことができただけなんですけど、ベガパンクも今のところ死んでいないので本当に何も成し得ていないんですよね。まあ、なんで今のところサタン星が倒したのはモブ海兵一人だけということなんですよね。そんな中で、まあ、彼はじゃあ今後どうするのかということなんですけど、実はですね、こういうこと言ってたんですよ。誰からし辛い順に教えてくれ、我々世界政府に立てついたことを悔やみ死んでほしいかって言ってましたけど、誰も死なないんじゃないですかね。なんならこれ我々世界政府言うてましたけど、なんで一人で来ちゃったんすかね。オロセっていつも5人セットやったじゃないですか。サボを追い詰めた時も5人で戦ってたし、5人で集まれば強いと思うんすよ。戦隊ものでも一人で来たら大体やられてるんですよ、その一人って。だから5人で来てようやくルフィとかとまともに相手になるのに、サイファーポールも送ってるし、メガバンクを倒すだけだったらわし一人で大丈夫やろと、そういう慢心をしたからいけなかったじゃないですか。ということでね、結構もうサタン星はエッグヘッドで大失態を犯してしまうんです。だから罰を、ね、与えられる結果になるんじゃないのかなと。何もなし得なくて、なんなら行かなかった方が良かったみたいな、この結果僕はやっぱイム様のこのマザーフレームの餌食になってしまうか、神の騎士団によって粛清されてしまうんじゃないのかなと。フィガーラドガーリング星はあのドンキーホテムヨスガード星を裁判を行って、その結果処刑をしていましたけど、もしかしたら次はサタン星がね処刑されてしまうかもなと。悲しいですね。僕は悲しいです。科学防衛部神というなら守ってほしい。この国の科学を、世界政府にとっての大事な生命線を防衛してほしい。なんでや、なんでこんな毎週毎週弱く書かれるんや。俺悔しいよ、出てきた時あんなに強そうやったら。このままね、終わるような男じゃないと信じてます。尻上がりなタイプなんやろ。わかるわかる、年やからな。最初ちょっとなつまずいちゃったんよな。足いっぱいあるけどね。
だからこっからね、逆転していこう。逆転がジェイ・ガルシア・サタン星の本領やと俺らに見せてくれ。頼むわ。それではせよ。本当の自分になれ。スクショで